やべ。ミスったな。よいしょ。来れるかな、みんな。まあ、いけたかな。お疲れ様です。そう、すいません。ちょっと、なんか携帯で設定してたら、パソコンの方でできなくて、ちょっとリンクもう一回作らせていただきました。すいません。すいません。あ、すいません。ちょっとね、リンクの方が、パソコンで機能設定し、あ、パソコンじゃないや、携帯で設定しちゃってて、パソコンの方でそうするとできなくて、ちょっとやり直しました。すいません。こんばんは。マジで寒い。ちょっと水もあってこい。水もあってこい。お待たせしました。すいません。ちょっとリンクドタバタしちゃいましたね。すいません。申し訳ない。ちょっと YouTube、インスタ、ちょっとやりますね。こんばんは。うわ、こうなる感じね。よいしょ、顔明るすぎない？逆に大丈夫かな。よいしょ、2024、すいませんね、もう少しお待ちください。3月3日か、第2節FCD93。 よいしょ。顔ピッカピカだよね。やっぱそうだよね。ちょっとこっち消そうか。ちょっと暗くなる。あ、ちょっと明るい。明るい。これでいいかな。はい。こんばんは。すいません、ちょっとね、リンクが、なんか昨日設定したときに、携帯が設定してて、ちょっと出先だったんで、で、今日やろうかなと思ってたんですけど、携帯の方で、なんだろう、作ったリンクだと、ちょっとパソコンの方で入れなかったんで、新しく作らせていただきました。すいません。そう、ライトがね、あんな鹿児島で、このぐらいにしとこうか。このぐらいにしとく？大丈夫。いや、でもまだ明るいな。ちょっと待った。こう、いや、もう、これ消したら、あ、これ、このぐらいでいいかな。どう？
こんなもんでいいかな。よし、OK。ではでは、早速始めさせていただきましょう。いいんじゃない ?OK、OK。はい、皆さん、こんばんは。改めまして、今日はですね、琉球戦2節。2節の。よし。琉球戦の振り返りですと。はい。はい。はい。ということで、琉球戦のね、振り返りをやっていきたいなというふうに思ってます。ということでね、やっと帰ってきました。やっと帰ってきた。はい、めちゃくちゃ寒いっす。めっちゃ雪降ってんですけど、どうしよう。もう、びっくりしました。松本空港に降り立つ前に、まあ飛行機の中からですね、外を見るわけですよね。わあ、松本帰ってきたなと思うわけですよ。やっぱりこのアルプスを見るとね。いろんな山を見ると。なんですけども、めちゃくちゃ雪景色だったんで、もうマジかと。すごい雪降ってたんだなみたいなところで、思ってですね。で、なんか、数日前、試合の前々日ぐらいかな、松本で雪降ったっていうのが、SNS で僕、見て流れてて、で、こんなに駅の方とかもすごいんだっていうのはあったんですけど、まあ、残ってないかななんてのは思ってるんですけど、全然残ってて、で、多分普通に松本空港行くまでだったんで、途中ね、なんか、松本周辺じゃないところのね、この雪景色を見たんで、そのところは本当にやっぱり、ね、このまあスキーとかをよくやってるような、山とかねばっかだったんで雪がすごいのはもちろんそうでしたけど、でもやっぱ松本帰ってきても本当に雪かきしてこのですかね、道路脇とかにもうすごい上積みされてたりとか、なんかそんなのを見てうわ帰ってきたなっていう、なんかちょっとまだこっち帰ってきて、だからこの部屋住んでも、だからカーテンとかまだ買ってなくて、紙のペラペラのやつでめちゃくちゃ寒いんですけど、まだ多分1週間全然経ってないんですよね、この部屋入ってから。なので、なんか、向こうの方がホーム感あったぐらい、なんかそのホテル生活が1ヶ月以上あったんで。もうこっちがちょっとそわそわして最近。一応自分の家なんだけど、そわそわしてるっていう状況が、まだここの2日間ぐらい続いてます。そう。なので、ちょっとね、すごいびっくりします。はい。で、今日帰りに、練習終わって、その後ケア行って練習場、練習場戻ってケア行ってた時に、ぐらいに、なんか雨がみぞれっぽくなって、で、ケア中に雪みたいになってて、で、これやっぱ積もるのかなみたいな話をしてたら、本当ものの2、30分で、もう一面真っ白になって、グラウンドとか雪かきをね、してくれてる方々がいらっしゃって、そんな感じで、うわ、もう積もるのかとか思いながら、いや、まだ、普通に大きな道路とかは、普通に走れたんで大丈夫かなと思って、一回ね、イオンの方行って、買い出ししてたんですよ。やっぱこっちに住む日用品とかもね、なかなか買えてなかったりとか、食材もそうですし、買えてなかったんで、ようやくこのこっちに住む準備をしようかなと思って、とりあえず、買い出ししてたんですけど、そしたらもう帰りも道もすごいことになって、うわ、ちょっと本当に、もうめちゃくちゃもう速度も落として、絶対急ブレーキとかブレーキ踏まんように、ゆっくりゆっくり走って、なんとか家まで到着しましたけど、まあ家の方はその、なんていうんですかね、大通りとかじゃないんで、もっと雪とかが積もってて、なので、もう明日ちょっと無理だなって思ってるんで、はい。明日もだから、なんかね、
車読んだりとかするのかなとか思いながら、はい、そんなこともこの後やらないといけないななんてのはちょっと思ってるっていう。すいません、帰ってきてね、なんか雪がすごいなっていうようなところ10分もかけて話してしまいました。そうなんですよ。はい。だからちょっとね、雪心配ですけどね、まあ試合の時は大丈夫なのかな、多分。うん、なんですけど、その前の日はもしかしたら降るみたいな、そんなのもあって、だからもう沖縄あったかかったでしょ、鹿児島あったかかったでしょ、和歌山ちょっと寒かったですけど、こんなあったかいところからまた寒いところなんで、本当に風邪ひかないように気をつけないといけないな、なんて思ってね、はい、います。はい、すいませんね、ちょっとバタバタしてて、アクセスがね、多分前のリンクで行っちゃってた人もいると思うんで、すいません、ちょっと直前の、変更で、お探しして、ね、もう結構集まってくださってるので、早速始めようかなというふうには思いますが、はい。前にちょっとね、雪も楽しみたいなと思いつつ、はい。本当寒くて寝れないんじゃないかって思うぐらい、昨日は。もう部屋でブルブルしながら、でも湯たんぽとなんとか生活してます。ということでね、今週、先週末かにあった琉球戦の振り返りをしていきたいというふうに思います。まあ結果ですけど、2対2のドローということで、まあ、本来であれば、やっぱりここ開幕から2試合、どっちも勝って、勝ち点6を持って帰ってきて、ホーム開幕戦を迎えるというようなね、意気込みで、やっぱりその長い間ずっとやっぱ鹿児島にいたんで、まあ、キャンプでね、この、まあ、いろんな環境下でやる中で、やっぱりここに試合勝ってくるっていうのが、本当に僕らの中でのこのキャンプをやってる時の目標だったんで、まあ、それが必ず帰ってきてしまったっていうのは、すごい残念な結果になりましたけど、ただ、まあ、本当に最後のワンプレーで、ノノが決めてくれて、で、まあ、同点に追いつけたこと。で、やっぱりその負けないっていうところは、僕も今までその、各カテゴリー優勝してきたチームにいたりしましたけど、その中でやっぱこう負けないチームっていうのは最終的に上にいたりだとか、まあ、その中でもちろんずっと引き分けでは良くないんで、やっぱ勝ちを積み重ねていくっていうところはありますけど、やっぱりそこをこうやり続けられるチームっていうところは、あとは連敗しないチーム、やっぱそこっていうのは本当に最後の最後まで上にいますし、そういったチームがやっぱ優勝して昇格してくるので、まあ、そういった意味ではまあ、こう難しい試合に、まあ、僕がしまったんですけど、まあ、その辺もまた後ほど話しますけど、まあ、勝ち点1でも持って帰ることができたっていうのは、まあ、一つ僕らのこの残り本当にわずかな中でも失点してが多分10分もなかったと思うんですけど、試合終わるまで。その中でやっぱり1点を、まあ、気持ちでもねじ込むっていうところが、まあ、できたっていうのは、まあ、すごく、まあ、ポジティブに捉えなきゃいけないなっていうふうには思っておりますし。ただ、まあ、できればね、本当はやっぱり、ずっと勝ち続けるのが、やっぱりできたらもちろん一番いいですし、この2試合で勝つっていうところを目標にしてやってきたんで、まあ、そこは残念ですけど、でも、まあ、この、まあ、負けそうだったところを引き分けに持っていけるとか、ね、この、そういった勝ち点をやっぱ、いかに積み上げられるかっていう、引き分けなところを勝ちに持っていくとか、やっぱそういったところの、部分で、まあ、こう、自信になる、一試合だったかなっていうふうには、と思ってます。はい。で、やっぱり、もう、僕が、まあ本当に多く外してしまったんで、決定的なチャンスを。もうそこが全てかなと思ってますし、僕もまあ、終わった後の SNS とかも含めていましたけど、やっぱ僕は、勝利っていうところ、勝つ、ところのやっぱ責任を負わなきゃいけない役割だと思ってるんで、やっぱそういった意味では、やっぱ僕が、やっぱあそこで決められないっていうのは、そこね、役割というか、役目を全うできてないので、まあそこは、僕の中では本当に、
悔しい試合にはなってしまいましたし、まあ、チームも苦しい試合にさせてしまったっていう、まあ、そこは本当に僕の中ではもっともっとその最後のね、一つの質をこだわって いかなきゃいけないなと、いうふうに思いますし、もうそこは、まあ、今後ね本当にそれがまた同じ過ちというか同じことを繰り返さないように、この後ね、まあ、練習含めて公式戦でしっかりゴールをね重ねていけるように準備し続けたいなっていうふうには思ってます。ただなんかなんだろうな、自分の中ではもちろんその点が入る入らないで、今回は本当に決定機も4本、4、5本あって1点も取ることができなくてっていうところはあったんですけど、やっぱりそこのチャンスに絡めてたりとかチャンスクリエイトできてること、やっぱそれまでのこう動き出しの部分だったりとか、やっぱそこがそこもねやっぱこうできてないことっていうのはやっぱこの今までも今までの経験な部分でもあったりした部分はあったんで、あった試合とかも多かったんで、まあそういった意味ではポジティブには捉えてますし、ただまあそこの最後の質っていう部分はもうそこはもう何としてもそのさらにね上げていかないといけないんですけど、ただそれ以外のこの例えばなんだろうな、どの場面にしようかな、例えば本当前半の本当最後ラストワンプレーぐらいの時に、まあ、樋口選手からのクロスなんですけど、あれも僕が、まあ、ヘディングで最後こう当てたんですけど、あれも自分が一回ニアに入ろうとしてちょっと止まって、でそのボールを待つことができたっていうようなところだったりとか、そのそこの最後の、まあ、ゴールを取る取らないっていうところの以前の前の駆け引きの部分、僕はそのゴールを取る上で一番大切にしているのは、シュートを打つ前にはディフェンスだったりとかのとの駆け引きを終了しておくっていうのが僕の中ではそのゴールを取るための一番の最適解で、でそういった中でゴールっていうところがまず目的としてある中で逆算していって最短距離の逆算だったりとか、まあ、最適解がやっぱそこのこのディフェンスとのもう駆け引きを終了しておいて、あとはキーパーとの駆け引きだったりとか、あとはそのコースに流し込むかどうかだったりとか、まあ、その最後の質になってくると。で、それまでに、ちゃんと駆け引きを終了していくっていう意味でおいては本当に、こうフリーで打つことも多々ありましたし、そこに顔を出すことだったりとか、そのチャンスを作ることっていうのはできたことは、まあそこをポジティブにね捉えないといけないので、そこをポジティブに捉えて、じゃあその最後その後の質をどうするか、やっぱ僕はそのシュートを外したっていうようなところの中で、単純にこの決めた決めれなかったっていうところだけじゃなくて、例えばシュートをする上でも、じゃあ今は例えばじゃあ足で蹴りましたってなった時に、じゃあこの、ミートするポイントがミスだったのかとか、その前にちょっとじゃあパスが自分の思ってる方とずれてっていうところのこの見方とのずれなのか、それとも自分の要求のずれなのか、あとはなんだろうな、もうキーパーを褒めるしかないっていうようなところ、もちろんそれはね、改善できること、こうなったら もしかしたらもっと良かったかもしれないなって思っても思うところももちろんありますけど、でもそのキーパーは大好きだったなって思うことだったりとかっていう、この、シュートを外したっていうところでももういくつもこの、ポイントがあるわけですよ。でそれを多く一括りにまとめてシュートを外したって見てしまうと、自分の中ではやっぱりどこのポイントが悪かったのかっていうのが、やっぱり僕の中では全てこう、あそこでこうだったからこうっていう言語化がまあゴールでもできるし、その外した場面も、例えばさ、まあさっきのね、樋口選手からの部分だったら、止まるまでは良かったと。
あとは、そのボールを最後まで目で追い切れなくて、で、ミートするポイントって。で、ある程度、足でもいけたかもしれないんですけど、もう多分この辺にボール来るなっていうところで、先に頭にかか、頭で行こう。頭で面作って流し込もうっていうのを先に多分考えすぎてしまって、で、もう来た瞬間にもう頭を出したっていう感じだったんで、ちゃんとこのなんだろうな、ボールも、しっかり見て、じゃあその中で判断っていう、まあもう一瞬の判断なんで、例えばじゃあそこをもっと足で面作ってやってれば、もう少し入ったのかなとか、ね、そういうような、まあ一つ一つこのミスのポイントを紐解いていくと、あ、ここに自分の中でのミスがあったな、チームとしてのミスがあったな、パサーと自分の受け手としての、この出し手と受け手のミスがあったなとか、まあいろんなところでね、ミスのポイントっていうのがあって。だからそれまでの、そのシュートを最後打つっていう、このワンタッチまでの部分、ミートをすることだったりとかっていうところまでの部分の動き直しだったりとか、多分この辺に来るだろうなっていう予測だったりとか、そういった意味では、本当に、この琉球戦っていうのは、まあ、僕の中ではすごくプラスに捉えているもので、ただもう最後の、シュートで、こう、しっかりミートできなかったりとか、しっかりゴール方向に飛ばせなかったりとか、まあそういうような、あとはまあキーパーがね、本当にギリギリ触って、コーナーに出たシュートだったりとか、またもう、で、相手のかかとだってっていうところに抜けてっていうようなところとか、そういうような部分でも、やっぱり本当にシュート外した上でもいくつかあるし、決める前、どういうふうに自分の中で予測して、準備して、最短距離で、逆算して、この最適解で、ゴールを奪うように準備ができてきたかっていう部分で言うと、まあ、限りなくその本当にゴールっていうところには近づいてるなっていうような気はしてるので、もう本当に次はね、そろそろ撮らないと、皆さんもね、もう SNS ばっかやってんだよって言われるんじゃないかなって思うぐらい、やっぱ僕はね、普段からね、この、目標を言ったりだとか、皆さんにこの、なんだろうな、自分のことをいろいろ、言葉でね、言うようなタイプなので、そういうふうに、多分ね、こう言われること、僕はもう全然、なんだろうな、結果出せてないと、そういう風になるっていうのは、もちろんやっぱフォワードだし、今までの経験上もそうだし、いや、まあ、ね、それはプロ選手である以上当たり前だと思ってるんで、そこはもう全然、なんだろうな、むしろウェルカムというか、なんですけど、だからそこでしっかり結果を出すっていうようなところで、ちゃんとね、このホーム開幕戦に、多分、神様がね、ホーム開幕戦で取って、1万人のね、サポーターの皆さんに、顔と名前覚えてもらえよと言ってるんじゃないかなと、僕は思ってるんで、まあなんか、そんなヘラヘラすんなよって思うかもしれないですけど、まあやっぱりこの、1年間通してね、ちゃんと右肩上がりに自分が成長しちゃったりとか、チームとしても、こう、勝ち進んで、最終的にてっぺんで終わるためにも、やっぱこう、いい時も悪い時もありながら、そのできるだけその、幅っていうのを小さくしながら、最終的にこの右肩上がりになるように、1年間で考えたときに、もちろん38試合なんてあっという間、終わってみればあっという間なんですけど、まだこの2試合目で、いろんな選手とこう組み合わせながら、チームとしてもやって、なんとか勝ち点を拾えたことだったりとか、もちろんネガティブにというか、こう、なんだろうな、うまくいかないところに目を向ければ、もちろんたくさん課題があるし、うまくいかないこと、僕もね、たくさんシュート外したりとか、いっぱいあるけれども、やっぱそういう、それももちろん自分で分かってるし、チームとしても分かってるし、だからこそそこを、じゃあどういうふうにすればいいかっていう改善は、まあ今日の練習からも含めて、今日のミーティングももちろんそうですし、やってきてはいるんですけど、そういうやっぱできたことっていうところもね、やっぱ引き続きやっていかないといけないし、やっぱゴールっていうところは、シュートを打たないとね、ゴールっていうのは生まれない。その、可能性を高くするっていうのはまた別の話なんですけど、ゴールを取る上で、やっぱそのシュート数が増えていくことで、ゴール数もおのずと増えていくし、そのね、できるだけその確率っていうのも上げていくために、このね、精度の質の部分の練習があるしっていうところもあるので、まあそういった意味では、こういうふうにシュートに追っ絡めたりとか、できたっていうのは、まあ僕はポジティブに捉えてるし、まあ次、多分、ゴールが取る
布石なんじゃないかなっていうふうに思って、はい、僕は、まあ、ある種切り替えて、ある種というか、まあ、もう終わった試合ってね、どう取り戻すこともできないし、じゃあ例えばあのゴールも、あの 1試合目のオンゴールも、あれをじゃあゴールに今からできるかっていうとできるわけじゃないし、まあ、そういった意味ではね、本当に終わってしまった試合っていうのは、あの勝ち点を取り上げられることもないし、逆に取ることもできないし、自分がゴールを取ることも取られる、ゴールをしたとしても取られることも、うん、やっぱそういうことをもう終わってしまった結果が出てしまった以上ないので、そういった中ではやっぱもう勝っても負けてもやっぱ次の試合が大切っていうところ、まあ、これよくあの僕が熊本時代に、ね、教わったあの大木さんが言ってたんですけど、あのそういうのであのずっとねやっぱりこの、うん、ある種、うん、一喜一憂せず淡々とやり続けること、淡々と自分の仕事をこう全うしてちゃんと右肩上がりに成長していくこと、うん、これをやっぱりシーズン通してやり続けることができたら、あの必ず、うん、一番高いところで笑ってられると思うんで、まあ、そういった意味でも僕は多分3月いっぱい の, あのこの試合の全部の決定機外したんじゃないかなって僕は自分にねこの信じ込ませて次の試合をまた迎えていきたいなっていうふうに思ってる。あのなんかなんだろうな、そんな肩の力ね入らず、あの責任負いすぎずって思うかもしれないですけど、僕はあのどっちかっていうと、もうそういうふうに自分をやってきた、やってきて自分でね、もう本当にあのどん底まで落とし込む、自分でこのなんだろうな、あのもう背水の陣であのやってきたタイプなんで、あのそこはもう今まで、もちろん今まで以上のサポーターの多さだったりとかもそうなんで、あのよりプレッシャーみたいなのところのね、強度は変わってくるかもしれないですけど、でもやってきたってことって僕は変わんないので。なので僕は最後の最後までやっぱ得点を取り続ける。まあ20点取って得点を取るっていうのは言い続けますし、どんな結果であれね。でも最終的にそれは僕は達成できると思ってるんで。いや達成できないと終われないんで今年。うん。で、チームのね、優勝っていうところをつかみ取って、皆さんとね、最後喜び合うために、ね、まあ、うまくいかなかったことも、よくできたことも、しっかり反省、改善、また、さらにね、その質を高めるっていう作業をして、毎週毎週、うん、ベストパフォーマンスでできるように準備していきたいなというふうに思ってます。はい。で、そうそうそう。あ、スパチャありがとうございます。開幕戦行くか。悩んでましたが、佐賀選手のゴールみたいな。ぜひ見に来てください。今、予測がですね、チームとして、9000人ちょっとらしいんですよ。はい。で、開幕戦、まあ、1万人を目指してるわけですね。なので、まあ、あと1000人弱ぐらい足りないようなんですよね。はい。なので、ぜひ、はい。1000人ぐらいをね、皆さん、集めていただいて、まあ、9000人ぐらいいるので、9人に1人の方が、1人、ね、集めていただければ、ね、この1万人達成できるんで、ぜひ、皆さんね、なんならもう、ここ、YouTube ライブ、インスタライブ、もう1000人ぐらいいるんで、この人たちが皆さん見に来てくださったら、1万人行くような、まあもちろんね、来るよっていう、さっきのね、方だったりとかもいますし、コメントでも、ね、何人もの方がコメントいただいてるんですけど、そういうふうに、皆さんでね、その最高の雰囲気を作っていただけたらなと思いますし、僕は本当に、やっぱそういったアルウィンを見たいなというか、前回まではね、去年までは、まあ、去年まではというか、去年は初めてアルウィンに行ったわけですけど、うん、奈良選手で行ったわけで、なので、あれだけのサポーターを背に、応援の力をいただいて、ピッチの中で戦うっていうのは、できなかったわけですよね。うん。だから僕はすごく楽しみ。だから僕は奈良の時はすごい嫌だった相手。なわけですよ。うん。嫌だった皆さんが今度は背中を押してくれる
頼もしい味方になったわけなんで、僕はすごく楽しみにしてますし、きっと蓋を開けたら、よし、1万人集まったね。で、朝からのシュートも見れたし、今日も勝ったし、最高の週末だったねって。で、そっからは今度連戦なんでね、水曜日にルヴァンがあって、そっから、またね、連戦が続いて、2週間今度もう本当休みなく連戦、土曜日試合して、水曜試合して、日曜試合して、みたいな、もう連戦が2週間続くんで、これだけ毎週ね、試合で楽しみになる、月もなかなかないんじゃないかなと思うんで、はい。なので、ぜひ皆さんはね、楽しんでいただきたいなっていうふうには、うん、思ってます。そう、嫌だったサポーターが仲間になったんですよ。本当に、相手からしたら嫌でしたからね。わ、1万人祈願、ありがとうございます。ノブフスキーさん。だから始まる次の、なんだろう。これ見れねえな。はい。そう、なので、あ、チャンネル登録もありがとうございます。そうね、屋根がないのがちょっとねっていうところはあるんで、なんとかね、天候も持ってほしいなっていうふうに願ってますけど、ちょっとね、雪も心配だし、まあ雨、ちょっと週末の天気もちょっとまだ把握してないですけど、雪のピッチはね、僕ね、一回だけプレイしたあるんですけど、でも、そこまで雪まだ積もりきらぬ間に失敗あったんで、一回YS の2年目だから2019シーズンの第3節、アウェイの八戸戦だったんですけど、前半は大丈夫だったんですけど、後半から雪が降ってきてっていうところで、はい。なのでまあどうなんですかね、その雪のピッチってやったことないですし、実際にそれでやるのかどうかっていうのもね、わかんないですけど、でもまあどんな環境であれね、ボールは一つですし、ゴールは二つですし、11人というのは変わらないんで、うん。で、こっちにはね、ホームだったら、それだけのサポーターが背中についてるんで、これ以上頼もしいことないですよね。うん。なので、もうね、存分にそのね、応援を、声援を受け、戦っていきたいなっていうふうに思います。そうなんですよ。だから皆さんぜひ1万人ご協力ください。はい。すいません。ゴールシーンの振り返りだけですね。ちょっとちゃんともう少し試合の振り返りしましょうか。まあでも基本的にはある程度もう僕が決めれていたら、もう楽に試合をもっと展開できたシーンだったんですけど、試合だったんですけど、やっぱりまず前半はもう0対0でもいいよねっていうようなところで、もう90分勝負っていうので入りました。まあこれだけのその、いろんなね、環境で、こう例えばキャンプも1ヶ月以上やってきて、ね、第2戦目で、こうね、選手もちょっとまた数人入れ替わったりみたいなところで、いろんなこの環境がある中で、それでもチームで30人でやっぱ勝ち切るっていうところを目指してきた中で、まずは前半、失点はもうもちろんゼロ。もちろん点は取れればいいけれども、まあ、後半ね、まだ45分あるわけなんで、まずはこう0-0でも全然 OK っていうようなところで、まあ、こう試合入っていったんですよね。で、もう開始早々に、もう僕のビッグチャンスがあったと。まあ、ポストに嫌われてしまって、決めることはできなかったんですけど、あれはまあデザインされたね、最初のこう、キックオフのセットプレーで、あれが入ってたらもしかしたら、違った展開になったかもしれないですけど、でもあまりにも早すぎる時間なので、もしかしたらそこまで展開としては変わってなかったかもしれないなっていうところはもちろんありますけど、でもまあ、あれは決めたかったシーンだったかなと。で、まあ、そんなね、こう、得点、チャンスもあり。で、前半っていうのは、ある程度、その、相手の、この、やっぱり中盤の選手たちが基礎技術高くて、ほんとショートパスの精度だったら、かなり、
本当に 100% に近いパスのこう成功をね、してくるような相手の中で、じゃあ自分たちが、どういうふうにボールを保持して、相手の、そのウィークポイントを攻めていくかっていうようなところ。で、まあ、相手はそこまで宮崎よりも前からガンガン来るようなタイプではなかったんで、まあ、どっちが多分琉球か山がどっちがボールを保持していくのかみたいな試合になるだろうな、みたいなところでね、こう試合が流れていったわけですけど、途中、やっぱりこの、まあ途中というか最初の方ね、その決定機があった後ぐらいは、やっぱりその向こうの時間帯もすごく多くあって、なかなか自分たちのテンポリズムっていうのがつかめないまま進んでいったんですけど、まあ途中からね、やっぱりこの自分たちがしっかり後ろでボールを握って、ビルドアップして前に前進していって、で、こうプレーできたとき、で、押し込んだときっていうのは押し込んで、例えば相手にまた取られたとしても、そこからね、またすぐプレス行って、もう相手にクリアさせて、で、まあ、前に相手は誰もいなくて、またこっちの後ろの選手たちがボール持ってっていう、二次攻撃、三次攻撃ってどんどんできていた時間帯もよくあったんで、まあ、やっぱり前半のうちに、まあ、点は取っときたかったなっていうような、ところでした。ただ、まあね、ハーフタイムに、まあ、0対0で帰っていって、まあ、僕もね、やっぱりこの、いろんな選手にはこう言ってましたけど、僕が決めてればっていうようなところで、後半はしっかりね、僕が決めるからっていうようなところで、まあ、後半に向かったわけなんですけど、まあ、うまくできてたこともそうだし、うまくできなかったことも、じゃあこういうふうにやっていこうよっていうので、チームでね、また意思疎通をしながら後半に入っていきました。で、まあ、幸先よくっていうわけでも、ちょっと時間は経ちますけど、先制点が取れたことっていうのはすごく、まあ、自分たちにとって、まあ、大きな一点でしたし、ならその中で、その後にね、この、まあ、PK っていう形でしたけど、失点してしまう。まあ、あのシーンも、じゃあ、この、もっとね、自分たちが、こう、準備できること、そういう、まあ、相手に、前に速い選手がいるっていうのが分かっていて、まあ、その中で、こう、前の選手から後ろの選手まで、じゃあ、例えばボールを蹴らせないこと。とか、走らせないことだったりとか、じゃあそこを、じゃあオフサイドを取るっていうだけじゃなくて、しっかりこの、なんだろうな、うまくこう、そのね、走らせないようにする技術、そういったところも含めて、全選手がやっぱできたことってあったよね。ただ、まあ、最後の最後で、まあ、PK になってしまって、まあ、それでも、PK になってしまっても、まだ、ゴールが入ったかどうかっていうのは分からないわけですよね。なので、その後、しっかり、この、セカンドボールの準備とかも、多分僕たちの方が早かったんじゃないかなっていうぐらい、こう、準備はできていたんですけど、まあ、残念ながらね、この、決められてしまったので、同点になってしまったんですけど、でもなんか、この、僕たちでその、失点した後はね、この、必ずこう、集まって、どういうふうにしていくか、今はどういうような状況かっていうのを話し合ってやっていってるんですけど、1点を取られたとて、やっぱ、まあ、言ったらこの0対0で、まあ、後半始まった時と同じような状況なので、もちろん追いつかれたっていうところで、相手が勢いを持って、プレーしてくることだったりっていうのは想定に、簡単に想定もできますし、でも僕たちも、じゃあでもそこに対して、落ち着いてちゃんとプレーができるかどうかっていうのを、まあ、しっかりね。なんかそこで多分いきなりポンってまた試合に入っちゃうと、慌てた段階でそのまま入ってしまったりとか、やっぱその一回試合の流れを切るというか、やっぱそういうことをすることで、なんか自分たちにももう一度この風と落ち着けるような時間帯だったりとかも作れるっていうところもあるんで、まあそういった意味では、またね、その後、にこうできたことっていうのは多かったんじゃないかなと思うんですけど、ただまあ最後の最後でね、またそれも一発のカウンターのボールっていうところで、まあ、不運な場面ももちろんありましたけど、でもその前になんとかできたっていうところも多々あったんで、やっぱその失点シーン2つ、前半は多分そこまで多くの決定機っていうのは作られてない。あ、まあ、もちろんいくつか作られたんですけど、じゃあ枠内に飛んでたかとか、もちろんその
なんだろうな、この後ろでビルドアップの中でミスをしてしまって相手にカウンター食らってっていうシーンだったりとかはいくつかあったりとかもしたんですけど、それでもまあこのキーパーはじめ後ろの選手たちがしっかりこのコースを切ったりとか限定した上でその枠に飛ばせない、ことだったりとか、そこまで、大きなあの決定的なピンチっていうのはなかったんですけど、まあ、後半やっぱりあのさらにこのカウンターっていう、まあ、やっぱりなんだろうな、この試合展開的にも後半になっていくとよりオープンな展開っていうのが多くなって、オープンな展開っていうのは例えばまあ距離感が伸びたりとかもしてあのカウンターをし合うみたいなね、まあ、そういうような展開がやっぱりこうサッカーって多く、やっぱり後半になるにつれてなっていくんですけど、もちろんやっぱどっちも点を取りたいとか、ね、そういうのであのやっぱりこの試合のこの波っていうのがまた変わってくるんで、まあそういった意味ではそういうふうな時に、自分たちは、一回ちゃんと落ち着いて失点を、連続失点しないようにする。その中で、やっぱり同点っていうところじゃなくて、もう一点取りに行くっていうので、まあ攻めに行ってたんですけど、最後ね、カウンターで、失点してしまったと。ただ失点してしまってから、またね、ちょっとこう、ポジションも変えたりだとか、攻め方を、じゃあもう少し工夫にしていこうっていうようなところで、例えばね、もう本当に最後のね、このなんだろうな、センターバックの選手を前に上げて、最後はね、こう折り返しでヘディングでね、ののが取るみたいな、この両センターバックが左と右にいてロングボール蹴って、時が折り返してののがせるっていう、まあすごいこの本当セットプレーに近いような展開で最後ゴールが取ることができて。やっぱあれを相手も取れないかってすごく大きい。次の試合に対してすごく大きい。これがまた、もし逆の展開だったら、この先の次の試合がね、同点になってしまったのは、ね、変わらないんですけど、最後の最後で追いついた同点と、追いつかれた同点で、もちろん一週間のね、準備だったりとかはできますけど、やっぱりこのシーズンを通す上でもう、やっぱりこの、流れみたいなのがあったりするんで、それをうまく、だから悪い時には断ち切らないといけないし、いい時にはそれを乗っかっていかないといけないしっていうところも含めると、やっぱりあそこで取らずに負けて帰ってくるのか、取って同点にして、このホームカウンターを迎えるのかっていうのは、全然違うので、まあそういった意味では、試合の中で失点してしまったけれども、次もう一回取りに行こうっていうような姿勢が、まあ最後の最後まで消えずにやれたこと。で、また、ああいうふうに、途中から入った選手が、まあ、ノートとかにも書いてありましたけど、やっぱ、ああいう選手が、こう、決め切るっていうところで、やっぱ、チームの本当になんか、この、総合力というか、それが出せた試合だったかな、というふうには、なんかね、振り返ってみると、思います。なんで、本当に、これから、まあ、今週からね、YS 終わってから連戦になりますけど、そういった意味でも、この、本当に30人全員で、このね、毎試合毎試合戦っていかないといけないっていう総力戦が早くも来るわけなので、で、ここから夏以降になってくると、もっとね、多分タフになってくると思うんで、そういった意味でも、まあ、こう、早い段階でいろんな選手とこう、まあ、練習でももちろんやったり、練習試合でやってたりっていうのはありますけど、試合の中でやっぱそういったいろんな選手とやれたっていう経験が、この早い段階でできたっていうのも、めちゃくちゃ大きいですし、なんかこの連戦の前にそれができたっていうのも大きいですし、ここからの連戦でまたどんなね、形でやっていくのかってまたは全然わかんないですし、その時のね、監督がこう決めてやっていくんですけど、その中で、やっぱ出ている11人が、また途中から入る5人が、またその18人が、でも18人入れなかった選手たちも、その週の試合に向けて、みんながね、この勝つっていうところに向かって、やっぱ僕も、出れなかったりとか、ベンチ外だったりとかっていうのを今までたくさん経験してるんで、それでもやっぱ僕たちがやることで、その選手たちが、いや、こんな練習でやってる時の強度の方が強いじゃんって思ってくれれば、ね、このより勝つ可能性だって上がるわけなんで、まあそういった意味でもやっぱり本当にちゃんと30人全員が、同じ方向、やっぱ今年はもうみんな口揃えてやっぱ優勝と昇格言ってますけど、まあそれはねこの選手だけじゃなくてスタッフもそうですしチームもそうですし、言ってますけど、やっぱりそういうな全員がこの誰一人はぐれることなく同じ目標を持って最後の最後までやり続けられれば、
必ず、より良いチームになって、より一体感が生まれて、最後ね、僕は優勝して昇格できるっていうふうに信じてるし、熊本の時、奈良の時に感じたような、この雰囲気っていうのは僕は山形すごく今感じてるので、まあ、とはいってもまだ2試合目なんでね、まだ全然これからどうなるかっていうのは分かんないですけど、でも、限りなくそっちに、チーム全員は向かってるっていうふうに僕は感じてるので、すごく楽しみにしてますし、ここからホーム開幕戦で、いよいよ松本でプレーできるっていうところの僕のワクワク感もそうですし、チームとしても、やっぱり去年はなかなかホームで勝てなかったっていうところもあるみたいなんで、やっぱりホームで勝つ。そこで勝った試合を見てもらって、喜んでもらって、また次見に行きたいねっていうふうに思ってもらえるようになる。もちろんアウェーで勝つことも大事。やっぱりアウェーって雰囲気も違えば、移動もあったりするので、やっぱり厳しい、いい環境でやらなきゃいけない。でも、やっぱりホームで勝ち切るっていうのはすごく大切なんで、まずはその今週の YS 戦で勝てるようにね、していきたいなというふうに思ってます。でね、まず、まあ、もしかしたら、この、相手に2点目取られたとき、ガクっていった方っていらっしゃったりとかも、ね、僕らももちろん、行かないかっていうわけでもないですけど、でも、まだ時間はあったっていうところで、いけるぞっていうようなことは、なんかみんな結構口々に言ってたんですよね。もちろんそれで、いけない試合ってもちろんあるし、逆にそれでね、いけて、同点に追いつける、逆転に追いつける試合って、まあ、本当いろんなパターンあるんですけど、でも、最後まで誰一人諦めてなかった。それが、まあ、最後のね、ああ言った同点ゴールに集約されてるのかなと思いますし、同点取った後も、もう1点いけるんじゃないかっていう思いが、僕は込み上げてきた。まあ、時間の中でね、あれはもうすぐ終わってしまったんで、その後の、もう、勝ち点3を取りに行くっていうのは難しかったですけど、まあ、でも、すごくポジティブな引き分けかなっていうふうには、思ってます。あんまりね、ポジティブとか言うとね、もう怒られちゃいそうですけど、でも僕はね、やっぱそういうふうに、やっぱ僕はというか、やっぱそういうふうに捉えて、次にね、やっぱポジティブな、どれだけ気持ちで前に向かっていけるかっていうふうには、大事なので、そういうふうに思ってますね。ですね。ちょっとね、僕も話しすぎたんで、残りの10分少々は。これ Wi-Fi どうなんだろうな。昨日 Wi-Fi つけたばっかで。でも Wi-Fi これからまたちゃんとつくんですけど、とりあえず本ルーターつけたんで、ちゃんといってんのかな。まあ、大丈夫か。ありがとうございます。ちょっとこれいきましょうかね。これあれできないんだね。固定ができないんだ。ちょっと見ない。ゆきさんお疲れ様でした。チャンスが作れていた中でゴールを取れなかったのは残念と思いますが、開幕戦と比べた坂選手自身のプレーでチームにフィットしていっている部分は、何かピックアップできますでしょうか。シュートチャンスが開幕戦に続けて生み出しているということは、チームメイトの呼吸を合ってる、来ているなと思いました。ありがとうございます。ソウトさん、ありがとうございます。まず、僕が、ポジティブに思ってる部分で言うと、まあ、さっきのところでね、かなりシュートシーンの部分だったりとか、そこに対しての考え方だったりとかっていうところをお話ししたので、あれですけど、まあ、それ以外のところでお話をさせてもらうと、まずやっぱりこの、選手がある程度変わった中で、まあ、1試合戦えたっていうのはすごく大きくて。まあ、開幕戦と、で、出た選手たち、で、やってた選手たちと、またね、違った選手が入ってきた中で、こう、やれたっていうところは、もちろん練習試合、ね、こう、あります、やってましたけど、やっぱそこってまた公式戦と違うところ。で、その中で、多分、この、宮崎戦よりも、シュートチャンスが多く作れたっていうところは、僕はすごくポジティブに捉えてます。なぜかというと、やっぱ今まで多くやってきた選手たちの中で、ある程度その、ここに出たらこういうふうに
あ、ここに、行ったらこういう風に出してくれるよねとか、その辺のやっぱりコンビネーションだったりとか、アイコンタクト含めてコミュニケーションの部分、やっぱフィーリングの部分、そこの部分はかなり深くなっていきましたけど、そこからね、またこういう風に公式戦の中で合わせていくっていう選手たちのこの量がまた増えてきたなっていうところはあって、で特に僕は、ずっとそれ以外のところの一つピックアップをする、すると、前半の最後の、シーンの樋口選手のクロスとかが、やっぱ彼にはずっとこう左足でクロスを上げてほしい。前にこうもっと行って、クロスを上げてほしい。逆からね、クロスが入ってきて、それに合わせるっていう、開幕戦の、オンゴールになってしまいましたけど、ゴールシーンとかも、まさしくそういうような樋口選手の特徴が出たシーンですけど、逆にこの右からのクロスが多かった中で、やっぱ左からもクロスを上げてほしいっていうようなところは話をずっとしていて、そういった中で、ああいうふうな、僕が最後決めきれることができなかったんで、もう一回上げてくれるかっていうのは、そんなことは冗談ですけど、彼がね、そういうふうに信じて僕に上げてくれた。で、ちゃんと僕の動き、と彼のボールがあったっていうところはすごく良かった点なんじゃないかなっていうふうに思っています。だそういった意味でも右からの例えばクロスでのゴールシチュエーションっていうのが多かったのが今度左からも出て、ね、逆に真ん中の選手からねまたボールが出てきてみたいな、本当になんか今年は今までの練習試合だったりとか、シュートチャンス含めて今までの例えば去年、おととし、奈良の時だったりとか、YS の時だったりっていう、奈良がアンタッチゴールってところで、ほぼアンタッチで点シュートだったりとかがかなり多かったんですけど、それだけじゃなくて、真ん中からの崩しでっていうところで、僕がファーストタッチして、最後にシュートを打つ、ね、切り返しシュートを打つみたいな、チーム練習試合であったりとか。今回もね、こう右だけじゃなくて左とか。で、今度はこのセットプレーの ところのそのこぼれとか。あとはね、このクロスも、キーパーとディフェンスの間に入れるだけじゃなくて、今度、こう、内巻きのね、逆足でのこのファーサイドのポストに当たるようなこうクロスに合わせていくとか。そういったゴール、シチュエーションが増えてきたな。っていうのは改めてしかもそれがパターンとしてかなり多くのパターンが増えてきたっていうのは改めてすごく僕はいい兆候にあるかなっていうふうには、思ってはいて、だからこそ僕は決めなきゃいけないので、そこはこう責任持ってやっぱり味方が、こう紡いでくれたボールをやっぱゴール流し込むのが僕の役目なので、そこはやり続けなきゃいけないですし、早くそこを結果として、皆さんにもそうですし、チームメートにも示していかないといけないので、まずはこのホーム戦でね、そこを必ず取らなければいけないんですけれども、でもそれだけのこのシチュエーションができてるっていうのはすごく僕は大きな部分なんじゃないかなって、しかもそれがさっきはね、樋口選手の名前を挙げましたけど、それ以外の例えば村越選手とか、山口選手だったりとか、安永選手もそうですし、じゃあ絵画からのパスで最後キーパーと1対1、ちょっとね流れてましたけど、ゴール方向に行って、キーパーのビッグステップがあったっていうようなシーンもそうですし、ああいった、いろんな選手からいろんなボールが飛んでくるっていうのはすごく僕は今までいたチームではあんまりなかったので、より選手としての幅もそうですし、シュートのレパートリーみたいなのも増えてきてるなっていう気は、してますね。この山が入ってきてからあとはそれをね、決めるっていうところで、皆さんにね、見せていきたいなっていうふうに思いますけど。目指す得点ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。ホーム開幕戦、勝つと7年ぶりホーム開幕戦勝利。そうなんだ。それは、絶対勝たなきゃいけないですね。はい。いやー、ラグイ？本当動画切れてるの自分だけ。嘘。マジか。はい。なので、そんな感じですね。
まあ、あとは、やっぱり、なんですかね。ホームの開幕戦がまさか YS になるとは思ってなかったんで。僕を育ててくれたクラブですし、今でもやっぱりあそこの2年間がなければ今の自分はないと。むしろあの2年間で本当に多くのことを学べた2年間だったんで、まあ言ったら1試合も出れなかった1年目。公式戦のメンバーも4、4、5回ぐらいあったぐらいだったので、苦しかった1年目。また2年目はシュトラフさんが来て、ずっと出させていただいて、そこでね、この開幕戦から点取って、13点、7アシストして、で、熊本に移籍することができたっていうような、まあ、いろんなね、この経験をさせてもらったクラブで、で、なおかつね、やっぱり、その2年間アマチュア選手だったんで、ね、そういった、こう、いろんな考えだったりとか、まあ、いろんな行動、活動もし始めてきた YS だったんで、本当に多くのことを学べた2年間だったんで、まあね、なんとか恩返しだよね。決めて、その YS のサボさんにも、まあ、悔しいけど、成長したなって思ってもらえるように、頑張っていきたいなっていうふうに思いますし。去年もね、奈良で YS を迎えた時もね、ゴール、第3節。あれ、第何節だ ?4 節か。3節、4節か。ホーム、アウェホ、そうか、4節か。え、違うな、アウェアウェ、5節かな。5節か。まあ、4節か5節なんですけど、ね、点をね、取って、その後もね、ご挨拶させてもらって。で、後期はね、取れなかったんで、まあ、悔しい、本当に、試合でもあったんですけど、まあね、そういった意味でもまた一年、成長できた姿をね、YS のサポさんに見せられるようにしていきたいなというふうに思ってます。そうですよ。いろんなみんな歴史ありますからね。まあ、僕、馬渡選手とよく、ご飯行ったりとか、よく話をしたりとか、結構馬渡選手と一緒に、いることってあるんですけど、まあ、彼も、もともと J3 から始まって、しかもやっぱりね、やっぱ厳しいこの環境で始まって、そっから、こうね、J2、J1 と駆け上がって、まあ、レッツまで行って、で、今山鹿に来てっていうようなところで、なんかそのレッツとかフロンターレとか広島とか見るとね、いや、輝かしい選手だなって思うんですけど、それでもやっぱりその前はそういうふうにね、鳥取で苦しい時期があったりとかっていうようなところもあるっていう、なんかやっぱり一人一人のその選手のストーリーがあって、やっぱ本当にいろんな苦労もしてきたりとか、悔しい思いもたくさんしてきて、だからこそその経験値があって、だからこそそこでね、今の自分がいるっていうのを思えるような、まあ、選手たちなので、なんかそういったところにも皆さんね、なんか、どんな歴史があるのかなって調べてみたりしたり。まあ、僕みたいにこういうふうに直接なかなか話すっていうのはあんまりないかもしれないですけど、まあ、例えばね、ノートをやってる人だったらそのノートを見てみるとか、そういうのをね、見てみるとね、面白いと思うんです。なんかどんな風に選手が、例えば苦労してきたりとか、いいところも歩んできたりとかっていう、やっぱりこの物語があるんで。だから僕は、ね、そのもちろん選手もそうですし、やっぱスポーツっていいなと思うんですよね。やっぱ、言うたらこの、唯一じゃないかな、この台本がないというか、ライブで、本当にその物語で一喜一憂できるものって。だからスポーツって素晴らしいなと思うし。それって多分今後もなくなることはないんだろうなって思うし、やっぱそういったのをこう1試合で見るとね、ドラマがあるし、また1年で見るとまたそれもドラマがあるし、逆に選手個人でこう引っ張ってみても、その選手も物語があって、一人一人そういったね、いろんな思いがあるんで、だからそういったのをいろいろね、調べてみたりすると、またサッカーが好きになるんですよ、よりね。そう。
だから、なんかそういったことをね、皆さんなんかこう自分の好きな選手でも、自分の好きなチームでも、まあ自分の別にサッカーだけじゃなくてもいろんなスポーツ見たりしてもいいだと思いますし、ね、じゃあ大谷選手のプレー見てみようかな、どんな風に学生生活やってたのかなとか、そういうのもこう調べてみたりすると、またね、よりスポーツの深みも知れるんじゃないかなと思うんで、ぜひそんなのもね、まあ、こう、一週間のね、一回、まあ、週末に試合がありますけど、それ以外のね、例えば、まあ、じゃあ、週一で僕もじゃあ、振り返りやってます。チームからの YouTube も出ます。まあ、二回は楽しめるか。まあ、それ以外の時でも、あ、なんか浅川選手、まあ、渡選手のこと言ってたな。まあ、渡選手ってどんな人だったのかな。YouTube で例えば動画調べてみたりとか、まあ、彼がなんか、メディアで発信してるようなことを調べてみたら、あ、こんな選手だったんだ。あ、そんな熱い選手が今こっちに来てるのね。例えば大宮の時に、ね、下さんがいて、その時にこういう風なことを言ってくれて、僕は下さんを男にしなきゃと思って、やっぱこっちに来たっていうのね。なんかそういうなところもね、なんかもうやっぱ嬉しいな。なんかね、その面白いなとかね、思うかもしれないんで。それも、うん。僕、そう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 。だから、そういうのもね、楽しみにしてもらいながら、だから僕も、こういうふうに、まあ、琉球戦でたくさん外して、まあ、逆にね、この宮崎戦は、その1点が、決勝点となった1点があってっていう、まあ、ゴールじゃないですけどね。そういった、いろんなこの、紆余曲折があるわけで。で、シーズン最後で見たら、おやっぱ、あいつ、言ってたこと間違ってなかったな。うわ、結局20点以上取って得点もなってるじゃん、あいつって。まあ、そういうふうにね、僕は、していかないといけないんで。これからちゃんとね、それをできるように、口だけじゃなくてね、ちゃんと行動で示して、結果で示していくんですけど、それをね、楽しみいただきながら、でも一試合のそういったね、あ、こういった苦労あったな、というふうに思ってくれるとね、またより、いるんじゃないかなと思って、楽しみにしていただきたいなというふうに思って、はい。そうですよ。はい、なので、またね、そう。あとはね、やっぱり、まあ僕もね、本当に、まあ、監督からいろんな話をもらったりとか、まあ、カズ君とか、高井和真君とか、ね、やっぱもともと、こう、下さんの元でやってきた選手っていうのは、今年多く入ってきたわけじゃないですか。うん、やっぱその、やっぱね、監督が本当にね、心に刺さることをずしずし言ってくるわけですよね。試合の前とかもそうだし、練習の時からもそうだし。やっぱこの監督を本当に、僕らはこう、胴上げして男にしたいなって思うような監督、やっぱついていきたいなって思うような監督なんで。うん。だからこれだけね、この経験ある選手たちも来てくれたと思うんで。まあそういった意味で、みんなでね。笑って終えられるシーズンにしたいなと思うんで、次もね、楽しみにして、YS 戦、まずはね、開幕戦、まだ1000人ぐらいのね、この、足りないようなので、ぜひ、皆さん声かけていただければなっていうふうには思ってますし、はい。ぜひ、YS サポもね、見ていただけていたら、ぜひ、ある日まで、大勢の方を連れて見に来ていただけたらなっていうふうに、思ってます。よろしくお願いします。はい。ということで、またね、来週、ちょっと、いつやろうかっていうのはまだ決めてなくて、まあ、多分、すぐやると思うんですけど、試合終わってから。うん。まあ、できるだけね、早い時にやらないと、その次の山口戦だったりとか、ね、どんどん連戦になってくんで、すごい詰まってくるんでね。できるだけ毎週というか毎試合の終わった後にもやろうと思ってるんで、ぜひそれも楽しみにしていただけたらなというふうに思ってます。よろしくお願いします。はい。そう。お絵描きね。ちょっと待ってね。いろんなものを買いに行こうと思っても、もう、すごい雪なんで、ちょっとまだね、歩けてなくて。はい。まだ生活すら、生活必需品すらっていうところなんで、はい。ちょっとそれもまた次回後楽しみにしていただけたらと思います。はい。ということで、皆さん、ぜひ、ホーム開幕戦は僕のゴールを見に来て、はい、共に
勝利をね、つかみに来てください。よろしくお願いします。じゃあ皆さん風邪ひかないようにしてくださいね。僕も気をつけます。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。 まずは、インスタの方締めさせていただきます。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。気をつけてね、明日の朝は気をつけて皆さん運転してください。はい、ということで、はい、今日も1時間ほどありがとうございました。皆さんおやすみなさい。バイバーイ。